あなたたち、どうしてこんなところにいるのです？警告したはずでしょ。ああ、伏木なんとかの人！伏木庵謙信です。人の名前はちゃんと覚えなさい。失礼ですよ。ごめんなさい。伏木庵謙信さんね。覚えました。大変よろしい。つむぎちゃん、こんな人に謝る必要なんてないし、名前も覚えなくていいのよ。やれやれ、かわいそうなお嬢さんです。私をこんな人呼ばわりするとは、どれだけ目が曇っているのですか。鋼さんと言いましたか。紬さんに不心得を吹き込んだのもあなたでしょ。吹き込んでないわよ。人聞きの悪いこと言わないでくれる。見れば装いもハレンチ極まりない。人柄は見た目に現れると言いますからね。業が深いことです。別にハレンチじゃないでしょ。ねえ、紬ちゃん。ちょっとエッチかなとは前から思ってた。紬お姉様、エッチって何ですか？それは、その…イオちゃんはそんなこと知らなくていいの！ほら、お仲間にもエッチだと思われているではありませんか。あなた、エッチって言葉の意味知らないでしょ。言葉の意味などどうでもいいのです。あなたはエッチ、それが真理です。だったらエッチで結構よ。私は気に入ってこの格好をしてるんだもの。それにエッチがいい意味である平行世界だってどこかにあるはずだわ。あなたの常識でエッチを測ってほしくないわね。ふーん、三千世界を持ち出すとは。目が曇りまくっていてエッチな割には妙なところで聡明なのですね。お姉様、お二人は何のお話をしてるんですか？私に聞かないでよ。わかるわけないでしょ。万物は流転し、その意味も無限に存在する。なるほど、それも真理。私が間違っていたようです。認めましょう、鋼さん。あなたは賢い方らしい。申し訳ないことを言ってしまいました。先ほど言ったそしり走りの数々、あれは撤回します。分かってくれればいいのよ。そこまで賢いのに、なぜ魔王の力など求めるのですか？それが私には分からないのです。あ、話が戻ったみたい。あのね、謙信さん、私たちは魔王の力なんて求めてないってば。その言葉は受け入れられません。だったらなぜこんな場所にいるのですか。魔王の祭壇までほど近いこの場所に。それを理由に私たちを疑うなら、あなただって怪しいでしょ。こんな場所で何をしているの。あ、思い出しました。そうです、こんなところで油を売っている場合ではありません。早くあの子を探さなくては。あの子？私はもう行きますが、決して魔王の祭壇に近づいてはなりませんよ。いいですね。それでは失礼します。終わったか。小耳さん、謙信さんと鋼さんがやり合ってる間ずっと黙ってましたね。あの意味のない会話のどこに口を挟めというのだ。言っただろ、相手にするだけ無駄だと。いいえ、
無駄じゃなかったわ。やっと言いまかした気がするもの。そうか、それはよかったな。では魔王の祭壇へ急ぐぞ。みんな準備はいい？心して参りましょう。仏の顔も三度までという言葉を知らないのですか？あなた、自分のことを仏だって言いたいわけ？亡者の分際でさすがにずうずうしいと思わないの？はて、私ほど御仏の教えを知り、その心に近しい者はいないと思うのですが。御仏だって、うんうん、大体仏でいいよとおっしゃるに違いありません。いいえ、おっしゃっています。私には御仏の声が聞こえるのです。だったらそれは幻聴よ。カラクリの耳と交換することをおすすめするわ。忠告しましたね。魔王の力は人が手にして良いものではないと警告しましたね。魔王の祭壇に近づいてはならないと。なのにあなた方は三度も私の言葉を無視しました。三度もです。二度あることは三度あるっていうものね。はあ、ああ言えばこう言う。もうへりくつはたくさんです。あなたね、どの口でそういうこと言えるの？ああ言えばこういうへりくつ屋はそっちでしょ。よろしい、御仏の教えを直接あなた方の体に叩き込んで差し上げます。少し痛いかもしれませんが、ありがたく受け入れなさい。残念だな、やっぱりこうなっちゃうのか。できれば話し合いで分かってほしかったんだけど。剣心さん、私たちも急いでるの。力ずくで通らせてもらうわ。仏の顔も三度までという言葉を知らないのですか？あなた、自分のことを仏だって言いたいわけ？もう十分生きたでしょ。それそれ、ずらだ、やば、それ、もう十分生きた、それなぬやっ、バメ返し、わかり、やりますね。はっ、ニング変化の術、貫く、それやっと、やば、私には御仏の声が聞こえるのです。うん、槍の攻撃はうまくさばくのだ。貫く、それと、やっ、ビルナビ、運は天にある。これぞ毘沙門天の御加護、ついてこれないでしょ。チョコの顔すらしっこいな。もう少しで倒せそうなのだ。暗くもみんな行くよ。今夜は年代物の潤滑油で祝杯をあげましょう。今度こそ本調子だったはずなのに、この私がここまで
押されるなんて。それほどの力がありながら、なぜ悪の道に走ったのですか。ああ、私ならきっとあなたを正しい道へと導けたのに。出会うのが遅すぎました。それが私は悲しいのです。この後に及んでまだ勘違いを認めないの？すごい分からずやっぷりね。どうすれば分かってもらえるんだろう。別に分かってもらえなくてもいいんじゃない。ここで殺しちゃいましょう。それが一番手っ取り早くて後腐れもないわ。それはちょっと。曲がりなりにも相手は私たちを殺そうとしたのよ。ここは紬ちゃんが住んでいた平和な世界とは違うってこと忘れないで。鋼さんの言うことはわかるんだけど、でも亡者だから殺してもいいのかって思うと、やっぱりためらいがあるっていうか。甘いわね。甘いな。私も甘いと思います。お姉様の気持ちはわかりますけど、でも。賛同者なしか。そういえばみんな戦国時代の忍者なんだっけ。すっかり忘れてた。私を殺すのですか。困ったな。待って、剣心ちゃんを許してあげて。信玄ちゃん、こんなところにいたのですか。剣心ちゃんもちゃんと人の話を聞かなきゃダメでしょ。このお姉ちゃんたちはいいお姉ちゃんなんだよ。いいお姉ちゃんたち。そうなのですか。どうやら知り合いのようだが。信玄ちゃん、この人に話を聞くように言ってくれない？話を聞かなきゃ、その、殺さなくちゃいけなくなっちゃう。だって、どうする？剣心ちゃん。あ、はい、ちゃんと聞きますので。なんですって？それじゃあ、あなた方は、魔王の力を手に入れようとしているのではなくて、反対に魔王を倒そうとしているのですか。しかも紬さんが未来から召喚された調律の巫女だとは。なるほど。そう言われて改めて見れば、気品と神々しさが感じられます。また適当ばっかり言って。それならそうと、なぜ言ってくださらなかったのですか。はぁ、何回も言ったよ。紬お姉様、紬お姉様、今気づいたんですけど。ん？何？今気づいたんですが、この方たち、多分、上杉テルトラ様と武田晴信様です。とても偉いお方ですから、あまり無礼な振る舞いは控えた方が。上杉？武田、謙信さんと信玄ちゃん？ああ、もしかして上杉謙信と武田信玄だったの？そこは授業で習ったから知ってるわ。戦国時代の名将じゃない。通りで二人とも強いわけだ。おや、遠い未来まで私の名が伝わっているのですか。それは嬉しいですね。どんな風に伝わっているのでしょう。それはその細かいところは覚えてないです。ごめんなさい。ほら、信玄ちゃん、ちゃんと勉強しないとこの人のようになってしまいますよ。お姉ちゃんのような人？ゴン！
その話は置いといて。剣心さんって呼べばいい？信玄ちゃんは信玄ちゃんでいいよね。ええ、それで構いません。うん。それにしても戦国武将ってジャンルの人は本当に人の話を聞かないのね。ごめんなさい。そのことに関しては本当に申し訳ありませんでした。上杉様は何年か前にご病気で亡くなったとお聞きしました。どうしてこんなところにおられるのですか？この二人は亡者だと言っただろうが。いかにも、私はすでに死んだ身。しかし、ここは地獄なのですよ。あなた方のような聖者こそ珍しいのです。それはそうか。じゃあ剣心さんも信玄ちゃんも死んで地獄に落ちたんだ。紬お姉様、そんなはっきりと言わなくても。ああいいのです、事実なのですから。死んだ後気がついたらこの姿で地獄に立っていました。上杉様は偉いお坊様だったはずです。なのにどうして地獄になんて。私もそれを考えたのです。なぜなら私には地獄に落ちる理由がありません。心当たりが一切ない。そう言い切れるのもなんだかすごいな。私だったら地獄に落ちたのはあのせいかも、それともこのせいってめっちゃ悩むと思うわ。であれば、仏様が私を地獄に送られた理由が別にあるはず。そう思い至りました。そんな時、この冥界が発生したことを知ったのです。誰かが魔王を復活させようと目論んでいると。ならば、それを止めるのが私の使命であるはず。それで魔王の祭壇を目指してるんだ。剣心ちゃんはああ言うけどさ、生きてる頃に戦だなんだって何人殺したと思ってるの？二人とも地獄行きで当然だと思うな。そこは受け入れてるんだ。でも信玄ちゃんも何か心残りがあったんだよね。強い人と力比べしたかったから、もっともっと戦いたい。誰よりも強くありたいという純粋で無邪気な欲求が、死後今の信玄ちゃんをこのような見た目にさせたのでしょう。じゃあ剣心さんが女の人になってるのはどうしてなの？それは私の魂が美しいからに決まっているでしょう。わかりきったことです。微妙にそうとは思えないんだよな。何か言いましたか？何も言ってないよ。まとめると、剣心さんの目的は私たちと同じってことよね。だったら魔王の祭壇まで一緒に行かない？それはお断りします。え、なんで？剣心さんくらい強い人が一緒だと心強いんだけどな。私たちだって少しくらいは戦力になると思うし。先ほども言いましたが、これは私に課せられた使命なのです。他の人の力を借りるわけにはいきません。仏様はそんなにケチくさいこと言わないと思うけどな。どうしてもダメ？ダメです。もし紬さんが私と同じ道を歩まんとするならば、いずれまたこの地獄のどこかで巡り合うでしょう。信玄ちゃんはどう？私たちと一緒に来ない？ううん、行かない。どうして？力比べの2回戦目もまだだったよね。お姉ちゃんたちはもう敵じゃないから。剣心ちゃんを助けてくれた恩人だもん。信玄ちゃん。それに
お友達とは本気で戦えないでしょ。あ、信玄ちゃんが勝手にお友達だと思ってるだけなんだけど、迷惑だった？ううん、そんなことない。私たち友達だよ。よかった。これで心置きなく剣心ちゃんと一緒に行けるよ。剣心ちゃんは信玄ちゃんがいてあげないとダメダメだから。そっか。じゃあ残念だけどここで一度お別れってことなのかな。剣心さんも信玄ちゃんも魔王を倒したらまた会おうね。もちろんだよ。そっちのお子様とまだ力比べの続きをしなくちゃだし。もう友達とは争わないのではなかったのか。それとわらわの名前は。お子様とは友達じゃないもん。だから名前も覚えてあげない。ふん、そうか。もし信玄ちゃんに勝てたら名前を覚えてあげてもいいよ。その代わり信玄ちゃんが勝ったら強制的にお友達だから、それでいい？うむ、よいぞ。約束だからな。うん、約束。ここからは別の道を行きましょう。あなた方にも御仏のご加護があらんことを。では失礼します。じゃあね、またね。なんだか不思議な人たちだったな。敵なのか味方なのか途中からよく分かんなくなっちゃった。きっとみんな同じなんだと思います。戦う理由が違ったりすれ違ったりするだけで。ただ戦わないという選択肢がないだけなんです、私たちには。戦いたくないなら戦わなければいいのに。戦いたくなければ戦わなくていいなんて理屈聞いたことがありません。戦わなければただ奪われて殺されるだけです。それが私たちの生きている時代なんです。戦国時代っていうのはつくづくなんて言えばいいのか。ごめん、私の言葉じゃうまく言い表せそうにないや。でも紬お姉様は行動で示してくださいました。上杉様を殺さなかったし、武田様とお友達になられた。誰にでもできることではありません。いや、それは買いかぶりすぎっていうか、私はそんなに頭良くないし何にも考えてないだけだし。知っている。知った上でわらわたちは紬お主を信じて託した。後になって文句など言わぬ。みんなが信じてくれた分、助けてもらった分は調律の巫女としての使命を果たすことで返すよ。でもこうも思うんだ。魔王の祭壇に着いたら信長さんか謙信さんが全部終わらせておいてくれないかなって。私の出番とか本当にいらないから。もうさ、信長さんに何をしておったのだ小娘とか怒鳴られてそれで終わりでいいよ。そういうのが理想。お主なあ、そういうところもうちょっとなんとかならないのか。私は紬ちゃんのそういうところ好きよ。お姉様らしくていいと思います。そうやってお主たちが甘やかすから紬がつけ上がるのだぞ。分かっておるのか。まあまあまあ、私のことはどうでもいいからさ。ここを降りたらもう魔王の祭壇なんでしょ。さっと行ってパッと終わらせちゃおうよね。やれやれ、緊張感のないやつだ。これでも緊張してるんだよ。精一杯ごまかしてるの。それじゃあ行こうか。